上空は曇り空、そして2レースの締め切り直前になってバックからホームへの横風が吹いています。琵琶湖大賞予選最終日の攻防は第2レース予選競争の開始です。対戦メンバー1号艇群馬関弘也、2号艇岡山森谷美穂、3号艇広島船岡陽一郎、4号艇滋賀遠藤恵美、5号艇長崎山口雄二、6号艇埼玉小山勉です。インコースは1号艇の関弘也、昨日10レースは1周2マーク差しからシリーズ初白星勝ち取っています。2コース2号艇森谷美穂で、3コース3号艇船岡陽一郎、昨日5レースは逃げて白星、船岡は2走10点がノルマの勝負がけです。4コース角地元4号艇遠藤恵美、2走8点がノルマ、5コース5号艇山口雄二で、6コース6号艇小山勉、2走10点がノルマの勝負がけです。枠なり3対3第2レース予選競争、1号艇関が人気の中心で3連単1ふた3、1ふた4、1、3、4の3点が10倍を切って上位人気となっています。第2レース予選競争です。インコースから1番、2番、3番、ダッシュ、4番、5番、6番です。スタートしました。3コース3号艇船岡、4コース4号艇遠藤、うちの両者もまずまずなスタートで1マーク、逃げる1号艇関、2号艇森谷がまくっていった、3号艇船岡が刺して、あとは4号艇の遠藤バックへ入ってまくった2号艇の森谷の内から3号艇の船岡、あとは4号艇の遠藤の内から6号艇の小山、3番手争い、後ろ1号艇関、5号艇山口、スタートは前提正常でした。まくった2号艇森谷が先頭で2マーク、2番手ですが6号艇の小山コーナー先手、差し返す3号艇の船岡、あとは4号艇遠藤、1号艇関ホームに折り返して2号艇森谷先頭、2番手3号艇の船岡で、3番手は6号艇の小山か、2艇審査の4番手4号艇遠藤、外には1号艇関、2周1マークです。2号艇森谷トップ、2番手3号艇船岡、3番手4号艇遠藤が先に回る、差し返す6号艇小山、外回して1号艇の関、3番手争いですが6号艇の小山に対して後ろ4号艇の遠藤が一定審査食い下がって、後ろあまり差がなく1号艇の関、焦点は3番手争いで2周2マークです。2号艇森谷トップ、2番手3号艇船岡、3番手は1号艇関がコーナー先手、外回った4号艇の遠藤若干前詰まり、刺して6号艇の小山、ホームに折り返して3番手は6号艇小山がキープの模様、上位の体勢は2-3-6、2艇審査4番手1号艇関、後方4号艇遠藤、5号艇山口、最終周回です。2号艇森谷が直まくりから先頭、2番手3号艇船岡で、3番手6号艇小山に対して外1号艇関、若干バタついた6号艇小山を外からかわした1号艇関、関が3番手上がって4番手6号艇小山、3、4番手定冠一定進ほど、最終ターンマークです。まくってシリーズ2勝目に向かいます。2号艇の森谷、2番手3号艇船岡、3番手6号艇小山の外、1号艇の関、2-3-6か2-3-1か、3番手は接戦、まもなくゴール、先頭2番森谷五輪、2番手3番船岡、3番手はうち6番小山が優勢か、外1番の関、後方4番遠藤、ラスト5番山口五輪です。なお現在3着。